サンスクリット語映画とは、インドの映画のうちサンスクリット語で制作された映画を指す。インド映画の歴史上8本しか制作されておらず、他の言語映画のような独自の映画産業は存在しない。1983年に GVR が監督したアディシャンカラチャリアが最初のサンスクリット語映画である。同作は第31回ナショナルフィルムアワードで最優秀長編映画賞。 最優秀脚本賞、最優秀撮影賞、最優秀音響監督賞を受賞している。アイヤーは1992年に2本目のサンスクリット語映画、ボガバードギターを監督し、ナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を受賞した。2015年、22年ぶりにサンスクリット語映画が制作され、プレオミノッサムはケーララ州で、 初めて制作されたサンスクリット語映画となり、ナショナルフィルムアワード最優秀サンスクリット語長編映画賞を受賞し、ゴア州で開催された第46回インド国際映画祭で上映された。2016年には社会問題を題材にしたイッシュティが制作され、第47回インド国際映画祭パノラマ部門で上映された。2017年公開の スレカンサは、ケーララ州で制作された3番目のサンスクリット語映画であり、初めて現代の生活を題材にした作品となった。同作は、ケーララ州映画批評家協会賞の審査員、特別賞を受賞している。アニュラクティは、最初の 3D サンスクリット語映画であり、同時に歌唱シーンが描かれた最初のサンスクリット語映画でもある。同作は、 第48回インド国際映画祭で上映されている。2018年には初のサンスクリット語アニメ映画、プニャコチが制作された。ありがとうございます。